はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、イラストレーターのことつみさんについてのお話になります。皆さん覚えてますかね？もうネットとかでもめっちゃ話題になったんですけど、トレパクしまくってためっちゃ有名なイラストレーターがいるぞーっていうことで話題になってたんですよね。で、ことごとく、もう話せば長くなるんですけど、元光もね、動画で何回もお話してきました。ことごとく、何かあるたんびに、これトレパクじゃねえって、トレースをパクってイラストにしてんじゃねえのかーっていうような話になってたんですよね。まあそのトレパクをして、個人の趣味程度でやってる程度だったら別にそこまで問題にはならないんですけど、この人はイラストレーターとして私はオリジナルの作品で作っているということで、いろいろね、商品とかも販売してたわけなんですよ。だからこそめちゃめちゃ炎上しちゃったんですよね。こんなにいっぱい、もっともっといっぱいあったんですけど、トレパク疑惑、もうパクりまくってたよっていうことで話題になってたんですよ。で、元光もね、動画でいっぱいね、話をしてるんで、これね、見てもらえたらなとは思うんですけどね、細かいところは。あまりにも多かったから、こんな感じで再生リストも作ったんで、よかったら見てください。で、リンクも貼っときますね。で、その方がですね、ついに、復活をしたということで今話題になってるんですよね。これから心機一転頑張っていきますので皆さんよろしくお願いしますって言ってるんですけど、ただ復活の仕方がめちゃめちゃせこいぞーっていうことでね、復活したばっかなのにもう速攻で炎上しまくっちゃってるんですよ。やべーって。しかも今後の活動の仕方、こういう風にまたね、トレパクみたいな裏技みたいなのことを使ってね、また悪さするんじゃねえのかーっていうことでネットでね、憶測がめちゃめちゃ広がってるんで、その件についてもね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、このね、ことつみさんのトレパクの話なんですけど、ここでもね、ツイッターでね、まとめてくれてる人がいてね、エンマチョボットっていうのかな、もうめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。本当に、トレパクしたね、人のパクって絵描いてんじゃねえのかっていう疑惑がむちゃくちゃいっぱいあるんですよね。この人がまとめてくれてたりするんで、ちょっと面白くてね、こちらもね、リツイートといいね、させていただこうと思います。元々ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。ということで、まとめてくれてるんでね、気になる人はこちら見てもらえたらなと思います。で、今回、そのことつみさんが復活するっていうのが、インスタで発表されてるんですよね。このことつみさんのインスタなんですけど、こんにちは。しばらくの間、アナログな手書きに夢中になっていましたって。だからちょっとね、更新とかできてなかったよって。新しいスタジオを設置し、実験的な作品を含む作品を制作しています。実験的な作品を含む作品を制作、ちょっとなんか日本語的にこれ合ってるのかな。で、新しいスタジオをね、設置してるらしいんですよね。今作ったぜーって。で、アナログ手書きではない、シルクスクリーン作品の面白いアイデアもあります。いつかお見せしたいなーって、いろんなことやっていくぜこれからーって、ぜひ見てほしいみたいなことを言ってて、例外はあるけれど、これからはインスタグラムの投稿はアナログへのデジタルシミュレーションが増えると思います。本物の作品は現実世界に存在するあなたの言葉とチームに感謝しますということを言われてるんですよ。なんかちょっと日本語的におかしい部分はあったりするんですけど、とにかく活動これからしていくよっていうことを言ってるんですよね。ただこの再活動の表明っていうのがポイントなんですけど、これね、日本語じゃないんですよ。ハローって言ってこういう感じで英語で喋ってるんですよね。それをインスタのね、機能で翻訳したら見れるような状態なんですけど、英語での活動、言ったら海外に目を向けて再活動しようとしてるわけなんですよね。やば。もう多分日本だとダメだ。もうこう自分のね、集大さらしちゃってるぜっていうことでね、多分日本じゃダメだと思って、もう海外に行ってるんじゃないのかなと思います。もともと海外進出とかしてるような人だったんですけど、本当にね、もう完全に海外一本で行くんじゃないのかなと思ってます。ここら辺もね、今までの生産とか何もしてないはずなのにね。だってこの人のトレパクのせいで、なんか商品が販売停止になったりだとかしてることもあったんですよ。そういう生産とか本当に終わってんの？全然ね、そういう発表もなく、ずっとね、表舞台が消えてた状態なんですけど、なぜかもう簡単にね、インスタで再開しますね、みたいなのを英語で言ってるわけなんですよ。なんかここら辺もね、すっげえせこいなって感じがするんですけど、そのインスタのね、アカウントでこういうことも言われてたんですよ。これ24時間しか見れない、ストーリーの機能で言われてたんですけど、知ってる人が知っていればいいと思うみたいなね、ちょっと意味深なことを言ってるんですけど、まあ私のことはね、嫌いな人は別にどうだっていいんだみたいな言い分なんですかね。知ってる人が知っていればいいと思う。まあ、これのね、本質はちょっとわからないですけど、こういう意味深なこともインスタで発信してたりしたんですよ。まあそういうね、再活動したぜっていうことで、まあネットではね、まあ批判がまず上がるわけなんですよね。こんな感じで、疑惑の作品だらけで、いろんな企業が販売中止したり、イベントキャンセルしたことを罪、活動再開らしいから騙されないように気をつけてねって、みんな騙されないでって、もう自分の作品を売ってたりもしたんですよね、そのイベントとかで。で、それがきっかけだったわけなんですけど、その売ってた絵がトレパクの絵だったから、もう大炎上しちゃってるんですよ。で、それをね、いろんなところでもう見たっていうことで、こんな感じでまとめられてるんですよね。いろんなのがトレパクしてんじゃんって、もうことごとくトレパクだっていうことで話題になったんですよ。まあもうね、これ見る必要もないかなっていう感じなんですけどね、今まで何回も何回もお話してきたんで、こんな感じでことすげえな、マジで。今見てもびっくりするんですけど、マジでパクリパクってんじゃんって。もう素人目からパッと見でもそういう風に思えちゃいますよね。まあ、こちら、いいね、させていただけますね。こんな感じで、まあ、騙された、ダメだぜみたいな、批判の意見とかね、いっぱい上がってたんですよね。で、そして、こういう風な意見とか、ことを罪、インスタで真っ白な投稿しまくって、過去へ消した風に見せかけてるの、マジで姑息で草って、どういうことなんか姑息なことしてるぜっていう風に言ってるんですけど、これインスタのスクショだよね。スクショなんですけど、これもうブランクというか真っ白な状態なんですよ。携帯で見たら。けど、これどういうことなのかっていうと、まあ、パソコンで見るとこんな感じなんですけど、ことつみ氏のインスタグラム、今フォロワー28人もいてすげーっていうような話なんですけど、この右側のね、3枚目の、これが再活動しましたよっていう時の、まあ、動画と、コメントがある部分なんですよね。さっき見せたものですね。で、その下っていうのが白い枠のものがあって、全然、あれもうなくなってんの？今までの作品ってもう全部削除したんだ。あ、一応清算したつもりなのかなみたいな感じなんですけど、ただ、これよくよく見ていくとですね、ただ白い画像が貼っつけてあるだけなんですよね。だから、これ下まで行くと、今までの画像が出てきちゃうんですよ。って。こんなインスタの使い方は、まあ普段インスタ使ってない人は分かりづらいかもしれないですけど、インスタでこんな使い方する人いるの？やば。まあそういう発想力はすごいよね、マジで。ちょっとせこ技みたいな感じでさ。まあ、トレパクにおいてもそうですけど、まあ、あくまでトレパクは疑惑なんだけど、トレパクにおいてもすごいけど、まあ、こういうところもね、まあ、こういうセコ技の発想ってマジですごいなと思います。まるで今までの投稿を消したかのようにしてね、これ隠しちゃうんですよ。一瞬ね、元光も、ことつみさん、あ、今までのちゃんと消して、新たに本当にちゃんと活動するのかなって思って、改心したのかなって思っちゃったんですけど、全部撤回されちゃうんですよね。セコ技で逃げ切ろうとしてただけなんですよね。めっちゃおもろいよね、これ。わざとやってるから、この炎上狙いで。どうなんだろう、これマジびっくりして、元光。めっちゃ笑っちゃいましたね。っていうので、まあネットでね、こういう意見もあります。ことつみ先生、真っ白な画像をたくさんアップロードして、古い画像を全部消した感出してるけど、ユーザーがダークモードにしてると何も意味なくて笑うみたいなね。背景を黒に設定してる人もいるじゃないですか、携帯をね。その人たちからするとね、こんな感じで、もうはっきりと白い画像が映っちゃってるんで、全然消えてないんですよね。めっちゃボロ出まくってんじゃんっていうことで話題にもなってますね。こちらいいねさせていただきますね。とか、あと他にはね、こういう意見があったりするんですよ。ことを罪がインスタで復帰したらしいけど、近頃流行ってるAI 利用して復帰とかないよねって。何？ AI 利用して復帰しようとしてるの？ここら辺よくわかんないんだけど、でもね、ちょっと待ってね。最初のところで言われてたのが、ここだよね。アナログへのデジタルシミュレーションが増えると思いますって。どういうこと？ここら辺がね、まあ難しい。どういうことなんだろうって、デジタルシミュレーションの絵？アナログの絵ってちょっと元々は分かりづらかったんですけど、ネットではね、こういうことが言われ始めるんですよ。AI 利用して復帰とかないよねとか。こちらもね、一旦いいねさせていただきますね。他にもこういったね、投稿がめっちゃ多いんですよ。こと罪はこれから AI に書かせたやつをトレースしていくんでしょ？知ってるよって。AI に絵を描いてもらってトレースをするんだっていう風にね、憶測をね、述べてる人たちもいっぱいいるんですよ。こちらもいいねさせていただきますね。で、さらに、トレパク、ネカマ後藤のおっさんこと、こと罪復活との情報があって、早速キメラ的な絵を公開してました。多分だけど、AI が高度なイラストを1分で作ってくれるサイトがあるけどで、あ、そういうサイトがあるんだ。って。で、それがさっきみたいにね、流行ってるらしいんですよ。さっきの方が言ってたみたいにね、1分で作ってくれるサイトが今流行ってて、それを自分が作りました。これは盗めるなと判断して戻ってきたんだねっていうことで、あ、なるほどね。誰かの絵をトレパクしたりしたら、それはね、アウトだけど、AI が作ったものなんで、新しくね。だから、誰のものでもないんですよ。それをトレパクとか、もしくは自分が作ったっていうことにしたら、確かに、問題なく、自分のね、作品、オリジナルって言いながら、量産していくことができるんですよ。なるほどって、どういう脳みそだっていうふうにね、この人は言われてるんですけど、まあ、あくまで憶測ですけど、そういう可能性って全然あるよね。特に、トレパクばっかしてたことを罪さんだったらっていうことが言われるんですよね。なるほど、そういうことかって、こちらもね、いいねさせていただきますね。で、他にはこういうふうにね、ことを罪、どうせ今度もバレないように、かつ指摘されない程度にトレパクするよって、あの人なんか信じれねえよーって意見だとか、あんだけトレパクしてたやつが急に改めるわけないし、最近だとミッドジャーニーなどの AI 出てるから、そこからもトレパクするんでしょっていうことで、これだよね、ミッドジャーニーっていう AI が絵を描いてくれる、そんなサイトがあるみたいなんですね。こちらもいい例させていただきますね。それがめちゃめちゃすごいですよ。ちょっと見てみたんですけど、元々ね、こんな感じで、Twitter にね、いろいろ上がってるんですよ。このミッドジャーニーって AI が描いてる絵みたいなのでね、まあ、ざっくり見ていくと、こんな感じでね、絵を描いてくれてるんですけど、漫画とか。これちょっと待って。AI がこれ描いてんの？この絵？マジ？って。もうめっちゃびっくりしたんですけど、なんかこんなのあったら何でも絵描けそうじゃんって。なんかキーワードとか入れることによって、こういう絵を描いてくれるらしいんですよね。すげーみたいな話なんで、他にもね、AI に台風が直撃したコミケの様子を描いてもらったっていうことで、キーワードで、まあそういう台風とか、コミケに直撃とかって入れたら、こういうのが出てくるらしいですよ。すごいよね。これ人が描いたものじゃないらしいんですよね。 AI が描いてるらしくて、すげーって、そんな機能があるサイトがあるらしくて、これも全部そう。もうすごいよね。でも他にもね、これもそうか。何ちょっと FF クラウドを入力したら今週の一発ギャグを振られたって。ちょっとクラウドとクラウド、雲がぐちゃぐちゃになって、一発ギャグみたいになってるって、なんか大喜利みたいな絵ができたぜとかってもあるんですよね。まあ、こんな感じで、このミッドジャーニーっていう、サイトすげえ、なんか絵を描いてくれるらしいんですよね。この AI が絵を描いてくれる、そんなサイトっていうのは、絵描きさんの中ではかなり有名な話で、まあ、Twitterでもちょっと調べるだけでむちゃくちゃ出てくるし、ことつみさんこれ利用すんじゃねえっていうのもむちゃくちゃ投稿が見られるんですよね。どうせあれ使うでしょみたいな感じで、やっぱ本当にそういう可能性もあるんじゃないのかなって、まあ、実際にね、ここにね、意味深なアナログへのデジタルシミュレーション増えると思いますっていう風に言ってるんで、このデジタルシミュレーションってどういうことっていうのが、これのことなんじゃないのかっていう憶測が広がるんですよね。で、まさにそうなんじゃないのかっていうことで、みんな納得したりもしてるんですよ。絵描きにとって史上最悪の復活遂げ出てくさーみたいな。これ本当だったらマジでやべえぞみたいな風にもね、言われてるんですよね。こちらもいい例させていただきますね。ほんとそうだよね。もしこのサイトをね、利用して再活動するぞって思ってたんだったらマジやばいよね。今後の活動めっちゃ見ていくのね、気になるんですけど、他にもこちらね、なるほどそういうことかっていうことでね、納得されてる人もいるんですよね。こちら一旦いい例させていただきますね。で、さらに続いてて、 AI に書かせた絵のうやむやな部分を自分でアレンジする。これはこれで新たなアートとして考えていいだろうと思うけど、まあ、こういうのがあってもおかしくないよって。ただ、散々人様の作品をトレパクした人がこういう手法で復活するとなると、その手法自体にケチがついてしまうと思うということでね、この人がやり始めたら文化として成り立たないけど、他の人がね、普通にやってたら別に問題ないんじゃないっていうような意見があるんですよね。まあ、確かにそれぐらいね、イメージ悪くしちゃってるんでね、絵師さんのことをね。で、ほんまにその技法で復活するかは知らんけどということでね、まだあくまで憶測だよっていうのを言ってます。で、そしてまともな人ならば AI と融合したアートスタイルみたいにちゃんと明記するだろうけど、まあ引用元みたいな感じでね、この人がそれをするかどうか、ほんとそうだよね。自分で、これはね、私のオリジナル作品だーって言いそうですよね。トレパクの時もそうだったんで。で、いや、AI 絵画で復活するのかは知らんけど、あくまでこれ知らんけどね。でも、検証されづらいだろうし、新しく公開されたという画像ももやーんとしてそれっぽいし、確かにね、さっきのインスタグラムの新しい、ここか、新しいこのね、絵の人の絵もね、なんかそれっぽくねっていう風にも言われてるんですよね。まあ確かにそう言われるとそういう風に見えてくる。もうこちらもね、いいねさせていただきますね。まあということで、ことつみさん復活するぞって言ってるんですけど、もしかしてこれがことつみさんの作戦なんじゃねえのかっていうことでね、ネットで憶測が広がってるというお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もとみちのチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねとまたぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。